運転とは雲の最も低い部分のことである。多数の積雲が同じ運転高度で浮かぶ。鉱山から谷川を撮影すると運転を真横から撮影できる。運転は空気の塊が上昇に伴う断熱膨張、冷却によって露天温度に達した高度、あるいは飽和した空気と飽和していない空気の境目だと言える。エマグラムでいう 持ち上げ凝結高度とほぼ同じ。湿度が高いと運転は低くなる傾向にある。運転は海抜0メートルからの高度か気圧で表現する。地上からは主に運行計で測定する。雲の種類によって運転の傾向には違いがある。積雲や積乱雲のほか、層積雲、高積雲、高層雲は平らで地面と平行な運転をしていることが多い。ただ、 これらの雲も強い下降気流によって運転が凸凹することがある。騒音は地面に接していることが多く、乱騒雲は運転が低くて凸凹していることが多い。建築雲、建想雲、建雲はそれほど熱くならない上、高度が高いのであまり運転は考えない。航空機の離着陸時は運転が低いと雲により視界が遮られるため、 水平指定と合わせて延長指定の目安として運転高度を観測、報告して利用している。運転が一定のレベルを下回ると有視界飛行方式から景気飛行方式に切り替えられる。ただ、降水や延無などの時は運転高度よりも垂直指定が短くなる。ありがとうございます。